さんこんにちは、ヤセキンヤです。ですね、今急遽ビデオを回しているんですけども、今年の4月21から24日に東京体育館にて行われる全日本選手権個人総合なんですね、あるじゃないですか。抽選結果が出ました。その抽選って何の抽選かっていうと、まあ、その試合をの権利を取ってるとか取ってないとかっていうのは、まあ、今までの試合だとかこれから行われるトライアウトっていう大会で決まってくるんですけど、もうすでにその権利を獲得している選手が何の種目から何番目にスタートなのかっていうのが抽選されて毎年決まってるんですけど、その抽選結果が出ました。でですね、担当直入にお伝えすると、僕は平行棒2班の平行棒の1番目スタートになります。ってことはその繰り上がりなんで、平行棒は1番、鉄棒は6番、床は5番、あん馬4番、次は3番、跳馬2番みたいな感じにね、入れ替わりながら演技をしていくことになります。でですね、いやこれ本当に、ま、抽選されてるんで、ま、公平だとは思うんですけど、僕ねちょっと仕組まれてんじゃないかなってぐらいちょっとね面白いなと思ったのがあって、その2班の平行棒スタートなんですけど、コナミ体操クラブの鴨本優也さんと、特集会体操クラブ東京オリンピック、それこそ大活躍した北園丈琉選手が同じ班で回ることになるんですけど、今まで2010年、2014年、2018年、まだ4年に1回しか行われないそのユースオリンピックっていうのがまだ3回しか行われてないんですけど、その第1回出場者が鴨本優也選手で、2回目が僕で、3回目が北園丈琉選手、その今まで日本に3人しかいないその男子のユースオリンピック選手が、その全日本個人総合の2班の平行棒の組に全員が揃ってるっていう、なんかマジでもう本当に仕組まれてるんじゃないかなっていうような班構成が僕の班ではねなってるんですけど、ぜひそういったところだったりとか、その自分の推しの選手はどこにいるのかなっていう部分だったりとか、抽選結果の方ね、ツイッターだったりとかに載ってますので、ぜひ調べて見てみてはいかがかなと。より全日本選手権がね多分楽しくなると思いますし、もうね4月までって言ったらまだちょっと1、2ヶ月ぐらいあるんですけど、みんな全日本体操選手権個人総合選手権に向けて、モチベーション上げていきましょう。それではぜひ出場する全選手応援よろしくお願いします。それでは、この抽選結果気になるとか、あそうなのとか、なんかまあチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。